皆さんこんにちは、ソプラノの菅純子です。今年最後のバックステージです。今年最後のと今言いましたけれども、もう12月、2023年も、あと少しというところになりました。11月の半ばくらいでしょうかに入って、なんか一気に冬が来たという感じで、なんかこうお天気が今年はなんか特に読めない1年だったなと感じています。昨日までなんか半袖でいられたのに、もうなんか今日はダウンみたいな、なんかそんなイメージだったような気がするんですけれども、皆さん体調を崩されてませんでしょうか。12月も無事に純子チャンネル配信がスタートいたしました。今月はスコットランド民謡のアニーローリーを、配信させていただいております。このアニーローリーというのは日本ではとても愛されている一曲なんじゃないかなと思うんですが、意外にも私はあまり歌ったことがなくて、もちろん聞いたことはあったんですけれども、今回収録で初めて歌わせていただきました。以前からとても憧れの強い曲で歌いたいなとは思っていたんですけれども、なかなか機会がなくて、今回とても嬉しい収録でした。このアニーローリーは、先ほども言いましたけれども、スコットランド民謡、イギリスですね。詩はウィリアム・ダグラスという人が書いています。この、アニーローリーっていうタイトルになっている女性ですけれども、実在の人物で、実はこの詩を書いたウィリアム・ダグラスと恋人だったんですね。で、結婚までしようという仲だったんですけれども、アニーローリーのお父さんに、お願いに行ったところ、お父さんに大反対されまして、2人はダメになってしまうんですね。どうしてこのお父さんが大反対したか、いろいろな理由がこう挙げられているんですけれども、まず身分の差があるということ。このアニーローリーはマクスウェルトンというイギリスの町の貴族の娘なんです。なので、貴族とウィリアム・ダグラスというのは普通の家庭の人なので、その差があると。それから年の差もある。この2人は10歳年の差があるんですね。で、この結婚を申し込んだ時が18歳、アニー・ローリーが18歳なんです。今でこそ日本も18歳が成人とされましたけれども、アニーローリーがこう生きてた時代っていうのは1700年ぐらいのお話なので、18歳で結婚するっていうことが果たして早すぎたのかっていうのは、ちょっと私的には疑問があって、お父さんが反対したかっただけなのかなっていう感じもするんですけれども、そこが上がっています。それから、こちらはとても大きな問題なのかなと思うんですけれども、遠いご先祖様が同じ氏族で敵対関係にあったんだそうです。なので、大反対されたという、理由がいくつかあるんですね。それで2人は別れないといけなくなり、ウィリアムの方はもう兄のことが忘れられなくてこの詩を書いたと言われています。歌詞を読むと本当に切なくて、ウィリアムの思いがとても伝わってくるような内容なのでね、歌っているとこうグッときてしまうんですけれども、このウィリアムという人はこのアニーと別れて、後にある女性と駆け落ちをしたりするんだそうです。だからとてもこう情熱的な人なのかなってこう想像してしまいます。一方アニーの方なんですけれども、この人はマックスウェルトン一の美人と言われるくらいの美人だし、貴族の両家のお嬢様なので、お父さんが決めた人と結婚するんですね。領主のお家に嫁いで、
そこの領主の旦那様がとっても兄のことを大切にしてくれたようで、兄のために、兄好みの大邸宅を建設したりしているそうです。なのでとても幸せに暮らしたのかなと思うんですけれども、その二人の青春時代のね、恋の歌という感じで、とてもこのアニーローリーって内容を知れば知るほどとても切ない歌で、こう温かみのある歌だなと思いました。でこの曲の方なんですけれども、こちらはジョン・ダグラス・スコット夫人というやはりイギリスの方が作曲しています。1838年に作曲されたので、アニーとかウィリアムがいた時代よりも随分後なんですけれども、作曲されました。その後に、20年後ぐらいですね、1854年のクリミア戦争で、未亡人とか孤児になった人たちへの、曲集というものができて、そこに載ったんですね。それでとても有名になったそうです。その戦争に行った軍隊の人たちも演奏したり、戦地の兵士たちも故郷にある大切な人をこう偲ぶために歌ったりして、とってもこう人の心にグッと入っていった曲のようですね。それでこう世界中に広まったんだそうです。そのアニーローリーの歌詞をご紹介したいと思います。マックスウェルトの丘は美しく朝露に濡れる。あの丘でアニーローリーは私に真実の愛をくれた。この愛を忘れることはできない。愛しいアニーローリーのためなら私の命を捧げる。死ぬことすら厭わない。このウィリアムという人は詩人なんですけれども、とてもこうロマンチストで情熱家なのかなという感じはしますけれども、とっても切ないこう内容ですよね。今ご紹介したのは1番だけなんですけれども、兄と別れてからしばらくこう兄のことが全然忘れられなくて、それでこの歌詞を書いたっていうことなので、なんか書かずにはいられなかったんだろうなっていう思いがこう伝わってきますね。昨日配信させていただいた動画ですけれども、あちらは収録をさせていただきました。ご一緒させていただいたのはソプラノの中村和江さんとピアノの石川美也子さん。もう純子チャンネルではこう何回かご出演いただいているので、皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、今回のこのアニーローリーの聞きどころ、私的な聞きどころなんですけれども、ぜひ1番2番3番って、2番は宮子さんのピアノが結構メインになってくる音楽作りなんですけれども、だんだんこう盛り上がっていく感じを聞いていただきたいんですね。このウィリアムのこう気持ちがどんどんこう本当にマックスなってくるんですね。音楽もとってもいいんですけれども、和江さんのね、この最後に向かっていくウィリアムの思いとか、あと宮子さんのピアノでね、それをこう音楽をどんどん広げていく感じとか、あと私も微力ながらですけれども、ハモリでそれを支えているっていうところが3番に向かってものすごくこういい感じに仕上がったなって思っているんですね。やはり音楽って、この純子チャンネルをいつも聞いてくださっている方はすごく感じてくださってると思うんですけれども、その音楽ができた時の背景とかですねを知ると、さらにこうその詩だったり曲の思いがこう伝わってくると思うんですけれども、このアニーローリーの当時のスコットランドっていうのが継続的に内戦が続く混乱の時期なんです。なのでこのウィリアムとアニーがのお家同士ですねが、こう先祖
で敵対同士だったっていうのも全然不思議な話ではなくて、そういうことを繰り返しながらこう時代が進んでいっていた時期なんです。なのでとても運が悪いといえば運が悪いですね。あのロメオとジュリエットとかでもそうですけれども、やはり昔はこういうことが多かったんじゃないかなと思います。それがこのイギリススコットランドに行くと、こういう素敵な感動的な音楽、心に染みる音楽になるんだなと思って、こう今回歌わせていただきました。ということで今年の純子チャンネルはこのアニーローリーで締めくくらせていただきたいと思います。この1年皆さんどんな1年でしたか？私はですね、やっとなんかコロナ前ぐらいに戻ったかなという感じがします。コンサート活動もそうですね、以前のぐらいできるようになりましたし、イベントも普通に全部ねあったような気がします。3年間コロナでちょっとこう静かにしていたので、前こんなに忙しかったかなってちょっと思ったりもするんですけれども、それよりもやはりこの嬉しいなとか幸せだなって思う気持ちの方が多かったかなっていう1年でしたね。今日今日というか先日配信させていただいたアニーローリーでご一緒した中村和恵さんと10月にデュオコンサートをさせていただいたんですけれども、これは私の中でとても今年一番の大きなコンサートでした。和恵さんとデュエットをするっていうのはそんなにたくさんはなかったんですけれども、一緒にこうコンサートを作っていったり、あとピアノの浅野直子さんと一緒に音楽を作っていったり、とても丁寧に全てを作ることができたコンサートだったなと思います。そして何よりもすごくたくさんのお客様が来てくださいまして、本当に温かい拍手をずっと最初から最後までくださっていたので、本当に感謝でいっぱいのコンサートでしたね。今年はまだね、世の中がこう世界がざわざわが止まっていなくて、さらに新しいざわざわがどんどん出てきちゃったりしているので、なかなかここニュースを見てね、心を落ち着かせるっていうことが難しい1年だったかなっていうのもちょっと感じています。でも微力ながらでもね、こうやって音楽活動がどんどんこうできるようになってくると、なんとか周りの方だけでも隣でね聞いてくださった方とか、そんなコンサートにわざわざ足を運ばなくても、一緒にね私が隣で歌ったりして、こうそれだけでもよかったわって言ってくださったり、そういう小さな幸せからでいいなとは思っているんですが、音楽の力で少しでもこうざわざわした気持ちがまっすぐになるようになればいいなと思っています。やはり日本よりも海外の方がもちろん近いですしね、そういうところに皆さんがそう思ってるんだと思うんですけれども、10月だったかなのニュースで、デンマークのリアルシンデレラのニュース、皆さんご存知でしょうか？私はこれを見た時にすごくこう夢のあるお話だなって思ったんですけれども、デンマークのクリスチャン王子という18歳の成人を迎える王子様がいらっしゃるんですけれども、その王子様のお誕生日に同じ18歳の成人になった一般の人たち200人を招待して一緒にお誕生日会をしましょうというパーティーがあったんだそうです。で、そのパーティーの翌日、王室から SNS に、インスタグラムなんですけれどもに投稿がありまして、こうゴールドのね、ハイヒールの写真が1個階段の上にポンと置いてあって、昨夜靴を忘れたのはシンデレラとだけ書いてあって、すごく話題になったんだそうです。
で王室も、そうですね、報道の人とかもみんな誰なんだ誰なんだって探したんだそうですね。そうしましたらやはりそこに招待されていた一人の女の子だったんですけれども、彼女はこのパーティーに参加できるっていうのが決まった時からとっても運命的なものを感じていて、わざとお城に靴を残してきたんだそうです。まあ彼女なりのすごく思いが願いがあったそうで、世界でたくさんの戦争が起きていて戦っている人がいる、そんなみんなに希望はあるよ、光はあるよと明るい気持ちが伝わってくれればいいなって。歴史の中では大きな光ではないかもしれないけれど、人々の気持ちがいい方向に向かってほしいなっていう願いがあったんだそうです。まあ、このニュースを聞いた時に私は本当に先ほども言いましたように私の歌でとか、まあ、私の歌だけじゃなくても音楽で少しでもそういういい方向に気持ちが向かっていってくれれば一瞬でもねいいなってすごく思っています。一つ一つは本当に小さな力だと思うんですけれども、世界中にそういう先ほどの18歳の女の子みたいにな気持ちがこうたくさんになってくると大きな力になるんじゃないかなってとっても思うので、ぜひそうなってほしいなって思っています。今年はいろいろなこう年末の行事ができるようになってきたので、楽しいことがたくさんあるかなと思うんですけれども、皆さん体調に気をつけて素敵な年末をお過ごしください。それでは、今日はこの辺で失礼したいと思います。失礼いたします。